と回ったのに全然見かけないからどこにいたのかと思って。4番、先に行ったんだけどいなかったから。どうぞ。繋ぎでイチャつく中年男子2人、壮行会でつくば1秒のネタ子さん、 YouTube で知り合って1年、実際に会ったのは数回でもお互いに超意識し合う宿敵である。ここモテギではなんとかまだ勝てているが、ちょっ背後から殺意の視線が、確信を持って偏見かますとバーつく1秒は真人間ではない。関口太郎さんに食べてかかるだとな、真人間なわけないやろ。昔からのレース仲間の冗談って、関口太郎と昔のレース仲間ってやはり真人間では、どこにでもいる小市民で真人間の僕が競うのはちょっと無理があるんですよ。4コーナー立ち上がってクリーン走行開始。まずは先頭に出た。いきなり来るか。まんまにやんけ。今回はセクタータイムを使ってラップ表示をします。これがモテギのセクター分け。赤のセクター1はモテギらしいストップ&ゴーで加速重視でストレートを速く走る区間、青のセクター2は鋭角の5コーナーとモテギの最速コーナー 130R、 ほぼほぼ 130R で決まる区間、緑のセクター3は S 字を含む切り返しが重要なテクニカルセクション、黄色のセクター4はダウンヒルの馬力、ブレーキ、さらに左高速や最終試験を含む複合区間。モテギの発行した公式ラップを使って MotoGP っぽく比較してみます。ここから刑事周回入り、 0.29 秒差スタート。グリグリ曲がってくるな。右側セクタータイムの通り、メタゴさんが詰めてくる。3、4コーナー間でちょっと離れたか。セクターごとに左上のタイムジャッジが変化します。ベタ付けやんけー。抜かれてないからセクタータイムが変わらないだけからのベタ付けやんけー。これ、蓋してね。メタゴさんブロックしてベスト更新させない作戦。やっぱコーナーではベタ付けされてる。公式最高速、私のがかなり速い。なぜ？
前回一気に詰められた下り高速はどうだ。ベタ付けです。本当にありがとうございました。行くなぁ。1周目 0.116 秒差、元 GP 並みの僅差、実態は2下だけ。計測1周目から4秒前半か。いい感じに挟んだか。レース経験者、抜く時のロスが少なすぎ。0.5 秒離すと離した感があるな。さすがにこれなら下ではないだろう。嫌なところに前走車が。お互いにロスは少なかったかな。まあだ、ベタ付け。0.3 秒割るともう蓋ですよ、蓋。正直最高速、またしてもこっちが速いのは蓋をしてるから。しかし、後ろはいない、譲らない、引かない、変な動きが一番危険なのだ。お互いベストラインで全力疾走が一番安全なのだ。抜かれる。なんとか防いだか。3コーナー出口のラインが違う。4コーナーは分がある感じっぽい。ミスった。想定以上のミリーシフト遅れ。レブチンのコンボ。またしてもベタ付け。OK ブームでメタゴの倒し方を教えて。抜き地のラインのズレ幅が少ないんだよな。これだからレース経験者は別格なんだよ。後ろにいるから開け切ってない。釜掘りたくないもんね。そりゃそうか。エッグイライン走るの。もうベタ付け言い続けるのに疲れた。0.1 秒差、もう抜かれる間合いやね。いや、ここからだ。ここからマジで走る。抜く気でちょっとミスってる。
話したぞ。130ラール、今度はミスラン。もう130ラールなんてなくなればいいのに。さあ前走車の処理で差が出るぞ。待たずに行く。ええ、このタイミングでついてきちゃうの？見た目に加速はほぼ同じだけど、ブレーキ早めにかけざるを得ない分の差が大きい。毎回90度出口でちょっと離れるな。この周、二人とも2秒で回ってるんですよ。抜きながらね。2秒出して離れないってもうね。ちょっとミスれば抜かれる。よっしゃ、ギャップが1秒近いぞ。さらにいい感じの挟み成功。マージン1秒、レースならちょっと安心の距離。ネットの中の鬼の形相が見えるレベルで猛烈に迫ってくるんですけど、ちっ、今度はこっちが引っかかっちまった。メタグさん、子供と不運のない場所で引っかかってる。これもうあれでしょ、ちぎった認定でしょ。やばい、近づいてきてる。全然諦めてない。突っ込みすぎたか？
それは勝負だったか。ながら3ラップ連続2秒、自分史上最高ペース。バックカメラで追えないとこまで話せば大満足。終了。我々のノーマル R1 は静かなので後ろについているかわからないんですよ。話せたかな。それとも追って後ろを振り向くと、いる。1秒出たでしょ。ち、いや全然的なハンドサイン。天候も最高で気持ちよく走れる最高の一日でした。 YouTube のおかげで声かけてくれる人もいて、走行の間も楽しく過ごせました。